皆さんこんばんは。11月24日のしおチャンネルです。今日はですね、内閣委員会がありました。朝8時からはですね、いろんな部会もありまして、眠いね、目をこすりながら国会に来て、そして今の時間まで、自分のお部屋に帰ってくることもできずですね、バタバタしておりました。内閣委員会の方は本日ファトフ法の審議を行いました。ファトフ法というのはですね、こういう長い法律案の名前です。どんな法律案も非常に長いんですね。はい、ファトフ法というのは読み上げますよ。はい、国際的な不正資金等の移動に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ、我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の一部を改正する法律案ということで、非常に長いです。これを略してファトフ法と言います。これはですね、今の名前で分かったと思うんですが、国連の安全保障理事会で、勧告を受けているんですね、我が国が。はい、テロリストとかの資金の移動とかですね、その辺に対する透明性の問題が我が国には問題があるということで、なんと勧告を受けているということなんです。決議されちゃってるってことなんですね。なんとその ロシアとかイタリアよりも下だということで、今それだけ盛んに行われているかどうかは別として、それぐらいの、問題が多いシステムになっているらしくてですね、日本が。はい、ということで、ちゃんとせよという形になっていると、そういう勧告が出てしまっていて、それは決議されてしまっていると、はい、ということなので、それを直すということに、是正するような形の法律案になっています。これは国際的な流れとしてもですね、必要なことなので私たち賛成なんですが、ちょっとした問題がやっぱりありまして、杉尾議員がすごくいい質問をしていました。はい、やっぱりその実際に国際テロリストに使われたわけではないんですが、反社会勢力の方がですね、妻の旧姓の口座を使って不正にお金を、貸金業をやったということも分かったりとかしていてですね、旧姓の問題があるんですね、口座については。はい、で私は選択的夫婦別姓の支持者なので、選択的夫婦別姓を扱ってくれればですね、日本でも実施されればこういうこと減るんだろうなと思うんですが、なんと国の方はですね、金融機関に対して、女性活躍のために旧姓で口座を作れるようにしましょうということをですね、わざわざ広めていっておりまして、今各銀行がそれに対応するために、数億円の資金を投じながら、予算を投じながら、それに対応ができるシステムを作っているというようなところです。今日はゆうちょさんが来てくれて、それ旧姓を使って口座開設ができるように、その国にそう要請されているので、数億円を使ってシステム開始をしますというような話を今日してくれました。ただしそれをやっていると何になるのかというと、不正に使われる温床になるんですね。だから今回の法律からすればですね、何やってんだ日本はっていうことが今行われているので、旧姓を使ってくださいっていう今政府の方針ですよね。選択的夫婦別姓ではなくて、旧姓を使って女性活躍を支援していこうという、絡んでもないけど根本的な問題が残るよねっていう、その選択的夫婦別姓前に進めたくないんだなっていうのがよくわかるんですが、いいんですよ、それはいいんだけど、旧姓で口座を作るってことを推奨するようなことになっていて、各銀行が今対応してるんですよね。それやっていくと、一旦口座を開いた後に、いくらその時には正しい理由で開いたとしてもですね、その後ですよ、休眠口座になるまでには10年かかるので、その前段階の段階で、7、8年経ってくればですね、いつの間にかわからない状況になっていたりとか、いつの間にかその名義人の状況が変わっていて、そういうね、不正に使われかねないような状況が生まれるということを、この法律を可決しようとして、提出しておきながら逆行するような政策を前に進めているというような指摘が今日ありました。はい、これが今の日本の現状でございますという報告をいたしまして、今日のしおチャンネルはおしまい。また明日。